皆さんこんにちは、今日は政治家女子48等に対する貸金返還請求訴訟の意味ということでお話ししようと思います。まあ、この、債権者と称する12人の方が、原告になっている訴訟ですよね。まあ、これを、まあ、貸金訴訟と呼ぼうと思います。で、まあ、この訴訟の意味は、斉藤議員と村岡弁護士が大津氏が代表者であると認めたということになるんですよね。で、その結果ですね、2つのことが起こるんですよね。1つ目は、斉藤議員個人が、原告となって大津氏個人と党を訴えている訴訟、まあこれを登記訴訟と呼ぼうと思うんですけど、この登記訴訟において、斉藤議員の不利になる、つまり裁判外の自白というのをしたことになるんですよね。で、2つ目は、村岡弁護士が、弁護士職務基本規定第5条の真実義務に違反したと判断される可能性があることになるっていうこと、この2つがね、生じるんですよね。では、まずですね、そもそもなんでこの2人が大津氏が代表者と認めたことになるのかというと、まあこの、貸金訴訟の内容がそうなってるからってことなんですよね。で、この、12人の債権者と称する方の、原告の代理人弁護士は、村岡弁護士ということになります。で、その訴状には被告として、政治家女子48と代表者大津彩香と書いてるはずなんですよね。まあ、代表者党首かもしれないんですけど、まあ、代表者として、大津彩香氏の、まあ、を表示してるはずなんですよね。で、この訴状の記載が原因で、まあ、大津氏が代表者であると認めたことになるんですよね。まず村岡弁護士が認めたというのは、まあ、分かりやすいと思います。なぜなら、代理人弁護士として、まあ、訴状を作って、そこに書いたからということになるんですよね。で、では次に、斉藤議員が認めたっていうのはなぜかっていうと、まあこれはちょっとややこしいんですけど、まあ端的に言うと斉藤議員がこの貸金訴訟に同意したからということになります。まあ順を追って話すと、まず被告側ですよね。まあ豊田弁護士だと思うんですけど、被告側がこのように主張したみたいなんですよね。その村岡弁護士はこの訴訟の原告代理人になれないっていう主張をしたみたいなんですよね。で、そもそも弁護士には取り扱えない事件っていうのがあるんですよね。で、まあ弁護士法にも規定があるんですけど、被告側が持ち出したのはおそらく弁護士職務基本規定28条2号だと、まあ推測されるんですよね。あの1回目の期日8月30日に、立ち話とかが裁判所前で、まあ撮ってアップした動画があるんですけど、まあその内容から、おそらくこの、弁護士職務基本規定28条2号だと思うんですね。ちょっと、関係があるところを読むと、受任している事件の依頼者を相手方とする事件っていうことなんですよね。で、まあまあちょっとややこしいんですけど、まあ要はこれは取り扱えないということになるんですよね。ところがですね、例外があるんですよね。で、それが、この28条の柱書きの正し書きっていうところに書いてあるんですけど、第2号に掲げる事件についてその依頼者および相手方が同意した場合はこの限りでない、つまり例外だから取り扱えるっていうことになるんですよね。というわけで、まあ、原告側は、村岡弁護士がまあ扱えるっていう結論を導きたいから、この正し書きの依頼者と相手方の両方のね、双方の同意があるから扱えるんだっていう、まあ、主張した様子なんですよね。で、8月30日の動画内でその村岡弁護士が、まあ、ジェスチャーしてるんですね。両方双方の同意を得てますっていう時のジェスチャーからして、その斉藤議員と債権者の両方が同意したっていう、まあ、主張したと、まあ、考えられるんですよね。
で、まあ、斉藤議員が個人としてではなく、まあ、党を代表して、まあ、同意したっていうことだと思うんですよね。その訴状には、党の代表者は大津氏と書いておいて、で同意するのは斉藤議員という、まあ、ちょっとかなり支離滅裂な、まあ、印象を受けるんですけど、まあ、話を進めると、まあ、要は斉藤議員が、この訴訟、つまり大津氏が代表者であるという訴訟に同意したことになって、それは、すなわち斉藤議員が大津氏が代表者であると認めたということになるわけでございます。というわけで、まあ、2人、つまり、斉藤議員と村岡弁護士が大津氏が代表者と認めたっていうことは、まあ、ご理解いただけたかなというふうに思います。その結果ですね、先ほど言った通り2人に不利な結果になるんですよね。で、斉藤議員にとっては、登記訴訟ですよね、斉藤議員個人が原告になって、被告に、大津彩香氏個人と、それから政治家女子48と特別代理人立花孝志氏という、まあ、表示をしたんだと思うんですけど、まあ、こういう形で、まあ、登記手続きをしろっていうね、自分に、が代表者として、斉藤議員が自分が代表者という登記をするためにの手続きをしろっていうね、まあ、そういう、訴訟をしている、まあ、この登記訴訟、まあ、これが一番大事なやつなんですよね、まあ、代表者がどっちか決まえるからなんですよね。で、この、大事な訴訟との関係で先ほど述べた同意は自白になるんですよね。まあ、厳密に言うと裁判外の自白っていうことになります。この登記訴訟の、裁判手続きの外でやったから、まあ、裁判外の自白っていうことになるんですけど、まあ、斉藤議員は登記訴訟では、自分が代表者だっていうふうに、まあ、主張してるんですよね。ところが同時に裁判外で、まあ、この貸金訴訟の方では、大津氏が代表者であるということを認めたということになるんですね。ということは、まあ、大津氏側が、まあ、もしね、こういう事情がありますよっていうこと主張を登記訴訟ですると、まあ、その裁判官の心証が、まあ、大津氏側に有利になる証拠になると思うんですよね。で、まあ、斉藤議員側には不利になる。なぜなら、まあ、その原告張本人が、外ではいや代表者は、大津氏だって言ってるっていうことになるからなんですよね。で、次に、村岡弁護士にとってどう不利になるかっていうと、まあ、この登記訴訟の原告の斉藤議員の代理人弁護士も村岡弁護士なんですよね。で、弁護士は弁護士職務基本規定5条により真実義務っていうのを負ってるんですよね。まあ、弁護士は真実を尊重するものとするっていうね、まあ、真実を尊重しなければならないっていう、まあ、規定なんですよね。で、村岡弁護士は、貸金訴訟では大津氏が代表者と主張してるんですよね。訴状に、まあ、被告として書いてるから。で、登記訴訟では、斉藤議員が代表者と主張しているということは、少なくともどちらか一方は、虚偽を裁判所で主張したことになるんですよね。自分が、代表者であると思っている人じゃない人を、代表者だと主張している、どっちか一方はね、嘘っていうことになるんですよね、少なくとも。ということで、まあ、真実義務違反と、まあ、判断される可能性があるということになる、ということは、まあ、不利になるということなんですよね。というわけで、まあ、この貸金訴訟なんですけど、まあ、原告債権者、と、まあ、村岡弁護士は、被告のね、表示を、本来ならば自分たちの主張に一貫性を持たせて、斉藤議員が代表者であるっていうふうにね、しなきゃいけなかったんですよね。つまり、まあ、政治家女子48と代表者斉藤健一郎っていうのを被告として、訴えなきゃいけなかったのに、まあ、大津彩香氏を被告と表示したがために、まあ、かなり、まあ、支離滅裂な行動をして、まあ、自分たちの不利にな状況を自分たちで招いているということになると思うんですよね。で、まあ、8月30日の、まあ、動画内で、村岡弁護士が、
斉藤議員から裁判所に、その大津氏の代表権を安易に認めるものではないと、言っておいてもらったとか、まあそんな風におっしゃってたんですけど、いやいや認めるものではないと、まあ、言ってはいても、いやちゃんと認めてるやんっていう風になってしまうっていうことで、まあ、かなり、まあ自分で自分の首を絞めるみたいなね、展開になっていると思います。ではご視聴ありがとうございました。